ピッチは絶好のコンディションです。アパッショナートの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は早野宏さんをお迎えし、衛星生中継でお送りいたします。早野さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、早野です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第4節をお送りいたします。KCE、TOKIO、カルチョビニッツよ。この番組は株式会社 KCE 東京の提供でお送りいたします。本日の対戦カードはアルゼンチン対ヨーロピアンオールスターズ。まるで欧州各国のクラブチーム選抜を見ているような豪華な顔ぶれです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはアルゼンチン、バテストータ、クラウド・ロペツ、オウテガ、ベーヨン、サメッティ、シメヨネ、レドント、センチーニ、アジャマ、ポケッティーノ、ロア。続いてヨーロピアンオールスターズ、バルケス、イメロ、スタン、ミナイロビッチ、チュナム、ルイ・コスマ、ベッカム、ジダム、ビレリ、オーネン、シェルチェンコ。試合開始の笛です。前野さん、フォーメーションの解説をお願いします。はい、ではまずアルゼンチン、ディフェンスは基本的にフラットな最終ラインの3バックです。中盤はボランチが1人、サイドに2人、そして攻撃的なポジションに2人という構成です。続いてヨーロピアンオールスターズ、中盤はボランチを2人置いています。フォワードは超攻撃的な3トップです。これはファールでしょう。5分経過、繋がりません。おっと、奪った。オーネン。キーパーの遥か頭上を越えていきました。
セルチェンコ、おっと倒された。さあスルー、つながりません。シュート。さあここからどう攻める。前半30分経過、セルチェンコよくしのいだ。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。これはゴールキック、しかしこれは決まらず。果敢にスライディング、サメッキ放り込んできた、ポスト直撃、守り切った。サメッキ短く繋いでいる、コーナーキックを得ました。全然ダメ。さあチャンス到来、パスを回す、マテストーカ、シュート、ゴール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 。パスをつないで様子を伺います。オーメン、中を上げた、アポスト、シュート、ゴア。で落として、ガザルカ、セルチェンコ、ここで笛です。前半終了、前半は一旦小康状態になりました。ここ放送席でも、さあ後半戦キックオフです。さあどう攻めるのか、ポケッティフィニッシュまで持っていけません。最初ガザル出た、シュート、大きく前方にクリア、スローインです。後半5分経過、クラウドロペツ、カット、セルチェンコ、オーネン、中へ放り込む、コーナーキックです。マテストーカ、フリーにさせてはいけない、セルチェンコ、スルー、つながりません。シュート、これはゴールキック、ボラン、シーゴールキックになりました。おっと奪った、倒されません。オーメン、コーナーキックを得ました。これは助かりました。さあチャンス到来、リバウンド。さあもう一度見てみましょう。セルチェンコ、一旦戻す、オーネン、
サメッティ、バテストーカ。さあチャンスだ。ジダム。ストーカー素早いパス回し。オーネン、ゴールデ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 ン。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。シメヨネ放り込んできた。ドリブル突破。オーネン、決めて欲しかった。選手交代がありました。ビレリ、オーネン、おっと奪った。スルー、繋がりません。合わせた。もう一度見てみましょう。シメヨネ、ガジャルテ、おっと奪った。インターセプト、ドリブル突破、繋がりません。もう一度見てみましょう。ヨーロピアンゴール。細かくつないで、ダーウィッチ。おっと、ここからシュート。パンチング。コーナーキックです。届かない。直接狙ってくる。ハイボールを競り合う。大きくクリアしました。追う点、マルボール。リターン、マテストーカ、ミナイロビッチ、ベッキャン。これはファールでしょう。フリーキック。よくしないだ。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ヨーロピアンオールスターズ、粘り勝ち。さ
さて早野さんに試合を振り